どうしよう。ケチの敵であちらに移動したいな。あちら、砂漠あるところに移動をする前に、非常的に、こちらに入って、身を隠そう。ここでちょっと小さなエアリアを。まるで本当になんか、アマゾンの、動物みたいな。ああ、木材を取って、ちょっと、照明も作らないと。もう本当に原始人みたい。オッケー。ああ、モンスターたち来ちゃう。早めにしよう。オッケー。こうしたら。じゃあ、持ってきたクラフトテーブルで。手に入れよう。原木材を入れて、原木材を普通の木材で焼かせる、焼くことができる。そうしたら、OK、一個でも手に入れて、じゃあ照明を作ろう。大事に設置をして、そう、ベッドをつくとこう。また白いベッドかい。ビジネスホテルでもないのに。川でもう一個防具を作ることができるから、ブーツか。ああ、もうほんとどん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 、なんか原始人野獣みたいな形にどん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 なっていく。ババリアン。コナン。ああ、懐かしい。コナン。だから島じゃなくて、ちょっと無限大に可能性がある、あの日本語でなんというの、大陸に行きたい。だから大陸に行っていい場所を HQ にして、あちらから一個一個潰していきたい。まあやばい、なんかリスクがある場所はちょっと、もう今回3回目は本当にちょっと気をつけたいなという。もうまた悲惨に死にたくない。朝よ、来い。武器 OK、 道具あるし、斧をちょっと作っとこうか。つるはしも、もうクワは今すぐいらないし、シャベルももういらないし、今は照明を作っとこう。照明で、あ、ここで寝ようか。その考えができなかった。じゃあ寝ましょう。はあ、おはようございます。
いい朝ですよね。この音はスケルトン絶対隠れていて、多分また襲撃をするはずだから、ちゃんと準備をしよう。食べ物も7時の日光。じゃあ、多分この影で多分隠れているかも。じゃあその前に移動しよう。砂漠までに行って大陸に行こう。島は嫌。雲の音。走れ。ああ、もうその水泳か。考えてみたら俺リアルで水泳勉強したいな。まだ水泳できない。この砂漠のところに、ここ何なんか本当に歪んでいるバイオームが何個か見えてあの上に生活しても面白いかも。なんか宗教的に見える。上に何があるかな。行ってみたいな後で。本当に変なバイオーム。でも面白い。あ、イカ。じゃあ来ました。多分まさかここもなんかもう島だったら。海で、あー、細かくすごい、もう森だな森。でもここいい、ここいい、ここから、あ、ここちょうどいいな。あ、でもうわっと、なになになに、うわー、もうここ何、うわな、な、何がしたい。あ、来た。殺したら何、勉強大事だから、知識が大事だから、ごめんね。うわ、強っ。ん？何を？うわ、これ日本語で。ん？海藻？海の草？プラス経験値。海藻？海藻自分で取ることができないかな？海藻確かにこの海にあるはず。
殺す必要あるの？いろいろ研究する必要があるな。おう、かぼちゃ。かぼちゃもいい食料の材料になるし、またこれですごいいい照明も作れる。これ何かな、後で確認しよう。ちょうどここで、でも私砂漠でちょっと HQ はしたくないな。あんまり気に入らないけど、ここでやろうか。うん、一個一個潰していって、この辺りをちょこっとずつきれいにしよう。この白樺が色が明るくて、目立つ。だから木材で家を作ろうとしたら、もう俺の場合は、この白樺が好き。あ、白樺だね。なんか曖昧なんだけど、本当に白樺？すごく勉強しながら覚えたけど、白樺。うん、そうよ。うわっ！なに？うわー、助かった！うわー！うわー、助かった、うわー！お父ちゃんと聞いて本能的にちょこっと動いてダメージをちょこっと少なくした。でダメージ 9.5、 もっとちょこっともっと強くなんか攻撃されちゃったら多分死んだ。うわー、クリッパーのバックアタック、ないでしょ。うわ、でも助かった、よかった。あ、本当に防具、うん、あ、びっくりした。本当に防具大事。もっと強い防具を準備して、クリーパーが襲撃しても死なないようにしよう。うわ、びっくりした。インベントリーいっぱい。土をとりあえず捨てて、大体ここでしようか。はもっとある。あー、助かった。うわー、さっきそのタイミングで死んじゃったら本当にメンタル崩壊で終わらなかったかも。もう始めたばかりでまた死んじゃったら
うわー、想像もしたくない。そろそろ夜来るから。いつもこの四角の風呂なし、絶対後で綺麗に作る。だから夜が、さっきも言ったけど、夜が早めに来ちゃうから、どうにか非常的に早めになんか作っちゃうから、みんなサバイバルモードじゃなくてクリエイティブでやるから、みんな綺麗に作ったりなんかそうするかもしれないけど、本当にサバイバルとしてこういうライブ生活は考えている通りに、思い通りに綺麗にできない。それは相当時間かかるし、いろんな材料を全部どちらにアドベンチャーしながら手に入れなきゃならないから、本番はアドベンチャーで綺麗に作ったことを俺はちょっと認める。それはもう無限大に材料ができるクリエイティブモードじゃなく、もうとにかくすごく頑張って一個一個大事にしながらサバイバルしながら一個一個自然的に作ったことだから、もうクリエイティブとは比較にならない。うん、それが本当の実力じゃないかなと考える。だから俺はクリエイティブはちょっと好きじゃなくて、こういうサバイバルでいろんな経験しながら、アドベンチャーしながら、手に一個一個入れながら作りたい。じゃあ寝ようか。本当に老熟に、あ、ちょっと近くなっている。出たらなんかが、油断はダメ、油断しちゃいけない。油断して今2回死んじゃったから、絶対油断はダメ。じゃあ箱作りましょう。とりあえず箱の中にいらないものをちょっと、今すぐいらないものを入れて、あ、火鉢は必要だから火鉢をここに設置して、いらないのが種、シラバタの種。入れよう。全部入れて。うわっ！もう俺をほっとほっといてよ、ちょ。もうこの俺の風呂なしマンションをちょっとほっといてよ、ちょっと。もういつ来たの、また。ああ、もう疲れる。ああ、もうもうお前ら
負けるのか。負けねえ。あーひどいな。もうクリーパー、もう俺の風呂なしなマンションを何回殺している、あ壊して、ああこれからの展開も面白そう。アドベンチャは緑色だから、あーでもこのクリッパーとかこのモンスターたちの襲撃を対比しないと、もう永遠にこういうなんかちょっとしながらされてされてされて、これもちょっと困る。もう全部バラバラになっちゃって、箱がなくなっちゃった。あここにある。ドアを作りましょう。ドアどこ？ん？ん？なんでドアがないの？あ、それ入れよう。ちょっといらないものたちを入れて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 。ベッド出して。食料と食料作ろう。焼いていない生肉たちを木材で、火鉢をもう一個作ろうか。石器材がこの辺りどこに、あちょうどいい。あもうやもうやめてよ、もう本当どこからちょっと来るのもうあもうこれ面白くて、もう一回言うけど面白くて笑うことじゃないから、もうああもう疲れる、もう場所が良くないかな、ここどこから来るの本当、ああもうやめて本当、ああムカつく。ああ腹立つ、もうクリーパー許さない。後で
本当に復讐するからね。もう入らないように。じゃあこれで火鉢をもう一個、石炭を、これ何と言うんだったっけ、石炭じゃなくて何回も忘れるな。うん、炭も石炭と一緒でも何が違うのかとしたら、木材でその作れる照明の材料、またこの炭は他のところでまた使えるところがあるんで、それは後で教える。あ、ドアを作らないと。木材をもっと取ってこようか。いやもうこれもう本当夜じゃないのに、なんかもうクリーパーたちがずっと来るから、どこから来るの？夜が来るのか、もっと木材をちょこっと手に入れて家に入る。ドアを作らなきゃならないから、あーかっこいい。サンセット。気のせいかな？太陽が少なくなってなんか入る感じで。ドアは英語で、これ日本語であるかな？扉というのか。じゃあ照明をちょっと作って、うん、
食料が生肉がまだ残っているから、初めに生肉を焼いて食料を準備して、照明、必要な道具は、この土も必要。あのもうクリパーのせいでもうでっかい穴ができちゃったから、あ、多分穴と言えないね、あれを、あれを何と言うの、くぼみ、うん、くぼみ、くぼみと言うんだ。うーん、怖い。もうクリッパーで今何回攻撃されたの。もう1回目はもう死ぬ危険で、2、3回目は、あ、もう俺の大事な風呂なしアパート、風呂なしマンションと言った方が自然かな。あ、もう寝よう寝よう。あ、夜ゾンビたちが、じゃあ OK、 本当に真剣に一個一個綺麗に潰していって、絶対死なないように、絶対死なないように、絶対死なないように。ジョンビいいものかぶっているんじゃねえか、くれよ。ああ、でランダムにトラップするから、いいものを着用していてもジョンビがそれをチェ、ああいうところでうろうろしているから、もう本当に整理してあげます。はい、整理してあげます。うわ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 、俺が悪かった、俺が悪かった。いやいやいや、友達を呼ぶんじゃねえよ、呼ぶんじゃねえよ、友達を呼ぶんじゃねえよ。いや俺は友達いないじゃん、うん、俺は友達いないじゃん。うわあ、亀ちゃんごめんね、でもしょうがなかった。このくぼみが、くぼみをきれいにすることも面倒だから、ちょっともうやめてくれ、みんなちょっと。パンダ。うわっ！ああ。これ、どうすればいいの、これ。ああ、もうハード難度って。疲れるな。あ、とりあえずここまでにしよう、ちょっと休みたい。うわー、もうこれ疲れる。うわー、多分辛いアドベンチャーになるらしい。うわー、あー、またタバコ呼ぶな、タバコ呼ぶ。